こんにちは。日本学術書道会の田村喜山です。今日も池田書店のいつでもどこでも使える四字三字熟語ハンドブックから四字熟語を選んで、その解説文を読んでから後でその四字熟語を半紙に楷書、行書、草書、それと創作作品を書いてみます。今日の四字熟語は、運縁河岸です。雲や煙が素早く通り過ぎた時にあまり印象として心に残っていないように、物事にあまり深く執着しないこと。今から運縁河岸を楷書で書いてみます。テーマから運縁河岸を行書で書いています。テーマから運縁河岸を草書で書いてみます。今から運縁河岸の創作作品を書いています。最後までご覧いただきありがとうございました。